写真拡大。全3枚。西ガスツでオンリーワンになれ。阪神は2日、大阪市内のホテルで新人8選手の入団会見を行った。矢野容大監督50はドラフト1位西純也投手18と志学園高にガッツポーズの勧め。サッカーの甲子園で闘志をあらわにしたルーキーに対し喜怒哀楽をマウンドで表現してプロ野球で唯一無二の存在へと羽ばたくことを願った。金屏風の前で緊張する金の卵の背中を矢野監督がそっと押した。人生で一度きりの新人入団会見。トップバッターとして初心表明した西に西ガスツの勧めだ。大いにガッツポーズしてもらいながら、嬉しい時には思い切り喜んで、悔しい時は悔しがって、僕を超えるようなガッツポーズをしてもらえればなと思います。自身、就任1年目の本気は矢野ガッツでチームを盛り立てた。そして、西もガッツポーズが代名詞。サッカーの甲子園では、感情をむき出しにして拳を突き上げる姿が話題になった。あまりの派手さに審判から注意されたほど。その経緯もあってか、西はガッツポーズはやらないと問われると、そういうわけではないんですけどと口ごもった。喜びも悔しさも思い切り出せばええやん。西の心の使いを取り除いた。プロである以上、オンリーワンになれるっていうのはすごいこと。西イコールガッツポーズとか、そうなればプロとして魅力ある選手になっていると思う。勝てば当然、負けていても得点が入れば矢野ガッツを繰り出してチームを鼓舞した。感情を押し殺す必要はない。昭和の時代に昭和の香りが漂う若者だ。指揮官をして印象として近いのは元監督の星野仙一さんかなと東証とダブらせたこともある。闘志を情熱をほとばしらせて投げてほしい。それこそがファンが望む姿。むしろプロとして大きな武器になる。西ガスは近い将来虎の象徴となる。マサルの言葉に西は表情を緩めると、身も心もすでに縦縞一筋であることを明かした。広島県出身で家族揃って、かつては赤ヘルトを。だが今では移動の車内ではカーステレオから六甲おろしが流れる。カープ愛はないです。すでに猛虎の血が流れている。背番号15は親戚の西勇明の16と連番。真新しいユニフォームに袖を通すと背筋が伸びた。来春キャンプは2軍スタートが確実だが、これまで以上に頑張って自分に厳しくやって、2020年にローテを取れたらと思っていますと、1年目から1軍のマウンドを目指すことを宣言。強気な投球で優勝に貢献できるようにと、ダブル西を思い描いた。西も、目標は沢村賞って言っていたかな。そうやって思いかけた時に、そこに近づいていける。俺は、でかいことを言う方がいいんじゃないかなと思う。それぞれ、キャラはあるにしても、しっかりした会見できたんちゃうかな。将来的には沢村賞という西だけでなく、5人の高校生ルーキーがそれぞれ野望を宣言し、矢野監督も満足げ。頭文字がつくことは少ないと思うので、愛着が湧くのでいいなと思います。スコアボードに表示される名前も西純などと区別する必要があるが、見て。何でもいい。覚えてもらいやすい登録名だったらと話した。西のガッツポーズ VTR サッカーの甲子園に出場。
創成館との初戦では16奪三振完封で7対0で勝利。前年に死去した天国の父正和さんに届けと打者を打ち取るごとにガッツポーズを繰り出した。未来の虎を担う8人、その先頭で西が頼もしく拳を握る。大石豊か、ユニは J 西。チームに同じ名字の西勇明がいるため、西のユニフォームのネームは J 西となる見通しだ。これが物議を醸し、続く下関国際戦では審判員から注意を受けた。これでリズムを崩したのか、休止球を与えて4対5で敗戦。その後、メンタルトレーニングを通じて気持ちをコントロールできるようになり、今回の U18 ワット杯、韓国では派手なガッツポーズは見せなかった。西、純也、西、純也。2001、平成13年9月13日生まれ、18歳。広島県出身。鈴ヶ峰小2年から鈴ヶ峰レッズで野球を始め、芦名第十時代はヤング広島でプレー。総志学園高では1年春からベンチ入り。サッカーの甲子園では1回戦の創成館戦で完封勝利。2回戦で下関国際に敗れた。今回は県大会準決勝で敗退。最速154キロ。今年の U18 ワット杯、韓国日本代表。184センチ、88キロ。右投げ右打ち。契約金1億円プラス出来高払い3000万円。年俸1200万円。背番号15。